インターネットは言葉をどう変えたか。デジタル時代の言語地図。グレッチェン・マカロック。千葉敏夫役。第五章。絵文字とその他のインターネットジェスチャー。絵文字は何のためにあるのか。絵文字は単語と同じではないけれど。 明らかにコミュニケーションにとって重要な何かを行っている。それが何なのかを明確にすることが私の役目だった。顔と手の絵文字が常に一番人気であるという事実から私は絵文字をジェスチャーとして語り始めた。私は一般的なジェスチャーと絵文字のリストを作り対応関係を見つけていった。 そのリストは膨大な量になった。肩をすくめる。親指を立てる。指をさす。目をぐるりとさせる。中指を立てる。ウィンクする。拍手する。等とう,とう。これらはどれもジェスチャーと絵文字、両方の形態で存在するけれど、そうでないものもたくさんあった。ナスや、 炎の絵文字には対応するジェスチャーがないし、うんとうなずく仕草や違うと首を振る仕草には絵文字がない。こうして私は行き詰まってしまった。私が書きかけの絵文字分析をオーストラリア人言語学者のローレン・ゴーンに送ったのはそんな時だった。私の親友であり、ポッドキャストリンスージアズムで 共同ホストを務める彼女は、私のリストに蛍光マーカーを引っ張り、こう指摘した。この種類のジェスチャーには、学会の文献内で特別な呼び名があるのは知っているわよね。エンブレムってやつ。知らなかった。なんてことだろう。ゴーンがジェスチャー研究を行っているのは知っていたけれど、あまりその話をしたことがなかった。第一。 ポッドキャストではジェスチャーが使えないから。私は彼女がジェスチャー研究について話したくないのだと思い込んでいたし、彼女は彼女で私がジェスチャーにあまり興味がないと思い込んでいた。でも突然すごく興味が湧いてきた。あなたにもシャーデン・フロイデという単語を初めて聞いてあるあると思った経験があるだろう。シャーデン・フロイデとは いわゆる、人の不幸は蜜の味というやつだけれど、そんなひどい感情を抱くのはあなただけではない。先人がいたということだ。私は数ヶ月、数年と絵文字の分類や分析を続けてきて、エンブレムという単語を知ったとき、一気に突破口が開けた気がした。先人たち、実際には、 何十何百人という学者たちがすでに研究を尽くしていたのだ。私はジェスチャーの文献群へと頭から飛び込んだ。翌朝、ゴーンがメルボルンで再び目を覚ます頃には、私はウィキペディアを読みあさり、十数個の質問を送りつけていた。彼女は大喜びで特別ジェスチャー講座のための文献リストを私に送ってくれた。 翌週を私は朦朧とした状態で過ごした。私は言語学に初めて出会った13歳の少女に逆戻りし、公共の場所に行っては、まっさらな耳と目で人々の会話を観察した。昔、図書館に行き、ひそひそ声で文章を発生してみたのと同じように、日々カフェに出かけては、自分自身の手や指の位置をじっくりと調べた。 おかげで、ジェスチャーの分析に気を取られ、正常な会話ができなくなってしまった。単語だけに気を取られている時でさえ、会話に苦労したというのに。言語学と出会って、私は言語というものが、単なる意見や印象のごったになんかじゃないということを知った。私が無意識のうちにずっと従っている、歴気としたパターンが存在するのだ。 そのすべてのパターンが解明されているわけではないけれど、原理的には解明可能だし、解明することを使命にしている人たちが大勢いる。私がその時まで気づいていなかったのは、ゼッシャーもまた同じであるという事実だ。ある人の母音の発音を聞いて、言語学の知識をもとに、 口のどの部分を使ってその音が出されているのか、その人がおそらくどこの出身なのかを描き出せるのと同じように、様々なジェスチャーを見て、その意味を探り出すことができる。ジェスチャーについて何も知らないまま、どうやって言語学に関する学位を二つも取り、何十という言語学のカンファレンスに参加できたのか、とお思いかもしれない。 私も自分自身に対してそう思った。でも、それは私だけではない。ジェスチャー研究は前進してはいるけれど、未だに小さなサブ学問の一つに過ぎないのだ。ジェスチャー言語学者がおり、家程や単位を提供している大学もいくつかはあるが、そう多くはない。ゴーンはたまたまジェスチャー研究を行っている大学に行き、 私はそうでない大学に行っただけのこと。私の出席したカンファレンスでジェスチャーに関する講演があったとしても、私は出席した方がいいと判断するだけの背景知識を持ち合わせていなかった。それは他の多くの言語学者も同じだと思う。絵文字とジェスチャーの類似性を指摘する人に出会ったことがないからだ。そこで、 彼女は私の収集した例に基づいて学術論文の執筆に取り掛かり、私は彼女の紹介してくれた文献に基づいて本書を書き直した。私は常々日常生活の中の物事を効率的に分類する方法に目がない。そしてジェスチャーは絶好の分類法を与えてくれた。しかし、それより一層嬉しかったのは、 同じ分類法が人々の絵文字の使い方を記述するのにも同じくらい効果的だったという点だ。それこそが欠けていたピースだった。絵文字の大統一理論みたいなものを探していたら私は間違いなく方向していたと思う。絵文字はたった一つの機能ではなく幅広い機能を持つからだ。ところが重要なことに その幅というのはジェスチャーと同じであり、それこそ絵文字がこれほど素早く、しかもあまねく広まった理由でもある。絵文字は私たちのカジュアルなコミュニケーションにとって重要なジェスチャーの背景にある機能を手軽に表現できる手段だからだ。ジェスチャーや絵文字が体系的なものであるという可能性に気づきもしないまま、 何十億というインターネットユーザーが無意識的に、集団的に、そして自発的に、ジェスチャーの機能を絵文字の機能へと投影していたのだ。さて、私に突破口を与えてくれた単語、エンブレムの話へと戻ろう。私は、親指を立てる、手を振る、ウィンクする、肩をすくめる、 両手のひらをひらひらさせる。目をぐるりとさせる。中指を立てる。架空の襟を引っ張って気まずさを伝える。架空の小さなバイオリンを弾いて偽りの道場を示す。肩から架空の誇りを払う。架空のマイクを落とす。両手の指でハートを作る。とうとう、ざまなジェスチャーのリストを作っていた。その多くには、 ピースする、親指を立てる、指を交差させる、目をぐるりとさせる、ウィンクする、といった具合に絵文字に一対一で対応するものがあった。さらに、もう一つ私が無意識に行っていたのは、英語で一般的な呼び名を持つジェスチャーのリストを作ることだった。ウィンクが、 片目を意図的に閉じる行為だとか、親指を立てる仕草が親指以外の4本の指を握り、手のひらが自分側を向くようにして親指を空に向かって立てることだというのはわざわざ説明するまでもない。英語の話者なら誰でも知っているだろう。私が英語で一般的な呼び名を持つジェスチャーをリストアップしていたのは、 純粋に実用的な理由からだけれど、ジェスチャーを事細かに記述するのは大変だ。こうした命名可能なジェスチャーには、重要な共通点があることが分かった。多くの理論家たちは、海賊旗が海賊のエンブレムであるのと同じように、命名可能なジェスチャーをエンブレムと呼んでいるのだ。エンブレムは、 言語的な枠組みにすんなり収まるが、発話がなくても完璧に意味を持つ。同じことは多くの絵文字に当てはまるが、親指を立てる絵文字や目をぐるじとさせる絵文字だけでも変身としては十分なこともある。エンブレムは厳密な型と安定した意味を持つ。言語よりも幅広い地域をカバーすることが多いので、一見すると 普遍的に思えなくもない。中指は古代ギリシャや古代ローマでも無礼と考えられていた。一方、手のひらを自分側に向けた V サインは、一部の英語圏の国々では、くたばれという意味になるけれど、他の国々では違う。しかし、結局のところ、エンブレムは恣意的で文化固有のものだ。 世界中の卑猥なエンブレムとして、親指を立てる仕草。多くのアラビア語圏の国々では、この上に座れ、の意味。OK サイン。多くのラテンアメリカ諸国では、お尻の穴、の意味。手を開いて前に突き出す仕草。ギリシャ語でマウンツァ。握り拳を作って親指を人差し指と中指の間に挟む仕草。 ロシアやトルコで性行為の意味。ブラドヌールやイベリアンスラップと呼ばれる仕草。片方の腕を伸ばし、手のひらを上に向け握り、もう一方の手を上腕の曲げた部分に当てる仕草で、多くのロマンス語系の国々では侮辱の意味、などがある。それぞれの地域でこうしたジェスチャーを行えば、無礼なジェスチャーが返ってくるか、最悪の場合には、 わい罪による法的基礎まで待っているかもしれない。しかし、それ以外の地域で同じことをしても、誰も気に留めないだろう。最近、あるアメリカ人から聞いた話だけれど、彼女は日本を訪れた時、人々が何気なく中指でエレベーターや電子レンジのボタンを押すのを見て仰天したらしい。また、微妙に間違った方法でジェスチャーを行えば、 例えば、手のひらを自分側ではなく、相手側に向け中指を立てるなど、街中の笑いのになるだろう。また、トレンド記事になるような絵文字、今すぐ使いたい十種類の絵文字の中には、タブーの意味が隠されたものもある。ナスの絵文字はその最たる例だ。弾痕の象徴として広く用いられるナスは、 先ほどの卑猥なジェスチャーの自然な子孫と言える。もう一つの例が、笑顔のうんちの絵文字だ。この絵文字を g メールに搭載するかどうかを決めるにあたって、日本のエンジニアたちは、その重要性を本社に訴える必要があった。彼らはこう説明する。うんちの絵文字は、やんわりと嫌だという方法なのです。言いにくいですが、 今のご発言は不愉快だと念を押しておきます、とね。いわば逆いいねなんです。個人的にはうんちの絵文字をちょっとクソと読むのがしっくりくる。しかし、エンブレムの絵文字に関して特に重要なのは厳密な型を持つという点だ。当初はうんちの絵文字を笑顔なしで実装するデザイナーもいたのだが、 それだとこの絵文字の持つ意味の本質的な部分が損なわれてしまう。絵文字が世界で初めて流行した時、驚くほど大きな問題になったのが、絵文字の統一性のなさだった。アプリやデバイスのメーカーによって、同じ絵文字が別々のデザインで表示されてしまっていたのだ。初期のプラットフォームは、友達に赤いドレスの女性の絵文字を送ったつもりが、 ディスコで踊る男性や、口にバラを加えた、ふくよかな人物の絵文字が相手に届いてしまうのが、どれだけ不愉快なことなのか、想定していなかった。デザイナーたちは一般的なダンサーの概念を、企業側が自由に解釈して構わないと思っていた。その結果、手のひらを逆向きにして中指を立てたり、別の二本の指で幸運を祈ったりしてしまった時のように、 間違ったダンサーの絵文字などを送って恥をかく人々が続出した。結局引き下がったのは企業の側だった。実際、ブログ、絵文字ペディアは2018年を絵文字統一の年と名付けている。本来こうした絵文字をエンブレムと考えるならば、誤差の許容範囲はすごく狭いはずなのだ。 ある種の絵文字をエンブレムと考えれば、絵文字が言語に対して果たす役割も一層明確になる。エンブレムの重要な特徴は、命名可能なジェスチャーであるという点だ。当然ながら、辞書には英単語として、ウィンクやサムズアップ、親指を立てる仕草、といったジェスチャーに関する項目がある。同じように、 すでに英語の単語や語句になっている一部の絵文字の名前も絵文字発祥ではあるが必ずしも絵文字自体を必要としない新しい意味を帯びつつある私は絵文字への一切の言及なしに料理以外の文脈でナスという単語が使われているのを何回か見たことがあるある歌手が自分のナスの写真をインスタグラムでうっかり共有した という見出しはその一例だこの用法が継続するなら辞書の「ナスの項目に新たな解の定義を加える必要があるだろうすでに遠曲的な意味を持つバナナやソーセージなどの単語と同じようにだからといってエンブレムでないジェスチャーと同じようにエンブレムでない絵文字をすべて辞書に掲載する必要はないのだ。 絵文字はインターネットのコミュニケーションでエンブレムを表現する唯一の手段ではない。あるスナップチャットの初期のファンは撮影したばかりの写真にメッセージを重ね合わせて送信することの魅力についてこう解説した。メールと似ているけれど実際の顔文字の代わりに自分の顔を顔文字として使えるのだ。つまり エンブレムをつけてメールを送れるわけだ。ジフアニメもまた、実際にはエンブレムを表現するために使われることが多い。ジフアニメとは、技術的に言えば、どんな画像でも表示できる無音のアニメ化された画像ファイルのループだ。中でも一番魅力的なのは、顔色のジフであり、その点はユーザーインターフェースに反映されている。 ツイッターで自負を挿入しようとするとツイッター内蔵の自負カテゴリーが表示される例えばパチパチゲーやれやれ、アチャーグータッチバイバイ歓喜のダンスハートハイタッチハグキスカッタダメあららオーケー興味津々怖いショック知らないよ ため息、ウィンク、あくび、とうとう。いずれも人間、漫画のキャラクター、時には動物による、定型的で命名可能なジェスチャーだ。ジフの中には、あまりにも象徴的なので、親指を立てる絵文字や、ナスの絵文字と同様、画像ファイルがなくても名前だけで想起できるものもある。例えば、 誰かのドラマチックな人生を見て興奮した気持ちを伝えたいならマイケル・ジャクソンが暗い映画館でスクリーンに釘付けになりながらポップコーンを食べているジフを送ることもできるけれどただ単にハッシュタグポップコーンジフやポップコーンジフというだけでも伝わるだろうとりわけ象徴的なポップコーンジフがマイケル・ジャクソンの画像なのは偶然ではないエンブレムは ジェスチャーとデジタルの両方においてアフリカ系アメリカ人の文化の盗用の繰り返しで成り立っている。例えばハイタッチはローファイブまたはギビングスキンと呼ばれる1920年代のジェスチャーがスポーツチームを介して広まっていったものだしグータッチはベトナム戦争中に黒人兵士たちの間で交わされたダップという拳と拳を合わせる挨拶に由来する。 同じようにマニキュアの絵文字は遠回しで痛烈な侮辱を表すスローイングシェイドという黒人ドラッグクイーンの表現との結びつきから主流になった文化批評家のローレン・ミシェル・ジャクソンはリアクション系自負におけるデジタルの黒人紛争について話そうと題する記事で黒人は非黒人の使う自負 とりわけ極端な感情を示す自負の中で、不釣り合いに多く登場している、と指摘した。彼女はこうしたステレオタイプを、ミンストレル賞の誇張した演技や、黒人の行動を大げさだと捉える長年の傾向を示す、アニメイテッドネスという、文化理論家のシアンネーの造語と結びつけた。その他にも、一般的な呼び名がなく、 言葉で表現しにくいので、私がまるまる無視していたジェスチャーもある。しかし、私たちはそうしたジェスチャーをエンブレム以上に多く使う。なぜなら、私たちの発言のほとんど全てについて回るからだ。例えば、この道をまっすぐ行って、信号のところを曲がって、とか、こんなにでかい魚を釣ったんだ、とか、 隣の席の人がペラ,ペラ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 喋り続けてとか言うとき、あなたは多分ジェスチャーを使うだろう。でも、そういうジェスチャーは決まった呼び名がなく、文章で説明することしかできない。道案内なら、この道がどの道なのか、信号でどの方向に曲がるのかを示すだろうし、大きさを示すなら、 両方の手のひら同士をある程度の距離で向き合わせるだろう。ペラ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 という時には手を軽く開いてぐるぐると回し続けるかもしれない。試しに両手を縛ったまま話をしてみてほしい。後でほどけるように友達に縛ってもらうように。きっと苦労するだろう。実際研究者たちはその通りの実験を行っている。 彼らは、被験者に、ワーナーブラザーズアニメーション、ルーニーチューンズのワイリー・コヨーテが、ロードランナーを追いかけ回すカートゥーンを見せ、別の人に見たものを説明するよう頼んだ。被験者の半数は、生理学的な測定のためという名目で、椅子に両手を縛り付けられたのだが、真の目的は、ジェスチャーができないとどうなるかを確かめることだった。 案の定、ジェスチャーができないと、物語の視覚的な部分や空間的な部分を伝えるのに苦労することが分かった。話す速度が落ち、たびたび言葉に詰まり、うーん、えー、っと、ということが増えたのだ。調査の結果、すべての文化にジェスチャーがあり、電話中など、意思疎通にとってジェスチャーが無意味な状況でも、私たちは、 喋りながらジェスチャーをすることが分かっている。生まれつき目の見えない人々も同じく目の見えない人と話をするときでさえ、ジェスチャーを使う。しかし、私たちには、ウィンクしたり、中指を立てたりする、抑えきれない欲求があるわけではない。むしろ、私たちがせずにいられないのは、具体的な呼び名がない方のジェスチャーなのだ。 そのため、発話に伴うジェスチャー、高スピーチジェスチャーや図解的ジェスチャー、イラストレイティブジェスチャーと呼ばれるこの種のジェスチャーは、聞き手の理解よりも話し手の思考に重点を置くものである、と言語学者たちは考えている。実際、ジェスチャーを使うよう促された人々は、数学的な問題解決や、 心的回転の能力が向上するという。次にレストランを訪れたら、他のテーブルにいる人々を見回してみてほしい。おそらく、エンブレムはあまり登場しないだろうが、間違いなく発話に伴うジェスチャーは多少現れるはずだ。声の聞こえない遠くのテーブルの人を見てほしい。ジェスチャーをしている人を見れば、 誰が話しているのかがわかるはずだ。おそらく、どれくらい仲が良いのか、楽しく笑っているのか、これから気まずい喧嘩が起こりそうなのかが、大体わかるだろうが、発話に伴うジェスチャーは、話の内容に依存するので、会話の内容はわからないままだろう。例えば、親指を立てる仕草は、 上を表す発話時のジェスチャーとしても使える。しかし、上は片手や両手の人差し指や手全体、目や眉のつり上げ、またはその組み合わせでも指し示せる。だが、どのジェスチャーも親指を立てるエンブレムの代わりにはならない。この柔軟性は、 誕生日のお祝いメッセージを絵文字で彩る際にも見て取れる。ろうそくを立てたケーキ、ショートケーキ、風船、包装されたプレゼント、花束、またはハート、キラキラ、笑顔、紙吹雪などのポジティブな絵文字、親指を立てる仕草やグータッチなどのポジティブな手の形。こうした絵文字は、 スイフトキーのデータセットにいろいろな組み合わせや順序で登場した。言葉にイラストをつける場合、人々は、誕生日、ビーチ、楽しみ、危険を表現するいろいろな絵文字を選択肢として受け入れる。誕生日ケーキは、プラットフォームによって、チョコレート、バニラ、いちごと様々だし、 ろうそくの本数も違う。それでも、絵文字統一の都市は、その共通化に何の役割も果たさなかった。人々がダンサーの絵文字の形の違いに不快感を抱いたのは、この絵文字がエンブレムの役割を果たしていて、エンブレムが付随する言葉に、独自の意味を付け加えるものだからだ。一方、 人々が誕生日ケーキの絵文字の形の違いに平然としていたのは、この絵文字が一種の説明であり、図解的な絵文字が既に存在するトピックを強調して強化するものだからだ。なので、イラストが厳密に合っていなくても問題はない。周囲の単語がその絵文字の意味を正しく解釈するのに十分な文脈を与えてくれるからだ。 エンブレムの絵文字の場合、私たちはその絵文字を他の人が使うのを先に見ているので、どういう絵文字を探せばいいのかが正確にわかっていることが多い。しかし、図解的な絵文字の場合、どういう絵文字を使おうかとキーボードの中を探し回ることが多いのだ。しかし、イラストを探し回っていて、ぴったりと合うものがなくて驚くこともある。 え、なんで〇〇の絵文字がないのというケースだ。一番の問題は、絵文字は意味空間全体をカバーするために体系的にデザインされたわけではなく、歴史的な互換性の問題や個々の要望を経て断片的に追加されていったという事実だ。詳しくはこの後の絵文字の歴史に関するセクションで。誕生日は、 絵文字のイラストの中では比較的充実している分野だけれどあまり充実していない分野もある特に日本にルーツのある初期の絵文字アメリカに移植された最初の絵文字以外ではその傾向が顕著だ発話に伴う図解的な絵文字は額面通り解釈できるもちろんケーキや風船を解釈するのに 誕生日の習慣に関する文化的知識は必要だけれど特別なインターネットリテラシーがなくてもこうした絵文字を送信するのは誕生日を祝うためだとわかる図解的な絵文字はインターネットの文化規範に馴染みがない人々でも気軽に使える猫ちゃんにもう餌をあげてくれたというメッセージに猫の絵文字を付け加えるのはたやすいしかし ナスの絵文字を思わせぶりなエンブレムでなく、回のない図解的なイラストだと思い込んでいた人が、不要意な当てこすりのメールを送ってしまうケースは後を絶たないのだ。